このカーボンですか。これカーボンですか。そうです、これはリアルカーボンで、前あのカーボン調だったんですけど、本物に。本物メーカーは、うん、これはブライツって言ってたメーカーで、これが今撮ってます。カーボンですね。1万いくら、1万いくら、じゃあ安い方じゃないですか。そうですね、カーボンまあ、左右変えて、で、ルーフのサイドモール、ここを自分でカーボン調のラッピング。あ、自分でやった。自分で。表変更してますね。すげえな。ここも、こことピラーも、サイドピラーも、ここもあの前はドライだったんですけど、はいはい、今ちょっとツヤありの方に変えたんです。自分で。これもご自身で。自分自身で。すごい。自分で変えました。器用っすね。結構難しくないですか。難しい。こう、そう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 。光くん見て、はい、やられたと思ったんですよ、はい、多分自分の方が先につけて超カーボン調です、これもうあるんですか。あります。同じメーカー、いや、いろんなとこ出してて、あ、やっぱそうなんだ。そうなんですよ。で、もともとメッキの純正オプションがあるんですよ、はいはい、で、それを真似て、いろんなメーカーがあのピアノブラックだったり、カーボン調だったり、メッキだったり出してるんですよ。これも一式でやっぱり1万ちょいぐらい。それ高いっすね。そうなんだけど、結構するっすね。そうなんですよ。でも、最初、はい、来た時はやっちゃった感あったんですけど、いやちょっとなと思ったんですけど、まあ、見慣れちゃえば、見慣れちゃえば、まあ、いいかな。まあ、もともとこのラインが入ってますもんね。そうですね。その上にこう、あれですよね、つける感じですか。そうです、そうです。まあ、あの、インパクトは変わりましたよね。F スポーツなんで、カーボンでもいいかなと。そうですね。自分の場合、ボディが白なんで。ああ、そうですね。いいかな。目立ちますよね。はい、これがあるさ、マイナーチェンジですか。そうですね、本当に本当の商品。あれ、これも、これも前から、前からですよ。はい、それもリアルカーボン超リアルカーボン、いくらですか。これは1万しないぐらい。結構積み重なって結構かかってるんじゃないですか。あれ、どうしたんですか。キャンギャですか。